ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。東洋経済の田宮裕之です。本日は人材グループのパソナがですね、外国籍留学生の意識について調査をしましたので、その内容についてお話をします。パソナはですね、2017年の11月に、ジョブハクというですね、イベントを行いました。これはどういったイベントかといいますと、外国人留学生のための、就職のイベントです。そこでですね、来た人に対して、アンケート調査を行いました。で、回答が810人いましてですね、その分析を、パソナがしているんですけれども、そこでどういったことが分かったかといいますと、まずここに来ていた学生のですね、回答してくれた学生の 99.2% は日本で働きたいと答えているということです。しかもですね、注目なのは永住して働きたいと答えた学生が 32.3% いました。それから10年以上働きたいという学生が 16.3% ですから、両方合わせるとですね、約 50% の学生がですね、日本で長期間働きたいということになります。日本にですね、腰掛け程度で働くとかですね、腰掛け程度で働いて、本国に戻ってしまうとか、あるいは日本を経由してアメリカやヨーロッパに行くと、そんなことを考えている学生が多いというわけではなくてですね、日本で長い間働きたいと思っている外国籍留学生が多いということが分かりました。それからですね、なぜ留学先に日本を選んだのかと、こういったことをパソナが質問しているんですけども、回答の第1位がですね、日本企業で働くためというものでした。で、第2位が日本文化に興味があったからと、このように答えております。ですから、なんか日本に行ってみたいなとか、日本でいろんな経験したいなとか、そういったことだけで日本に来たのではなくて、日本の企業で働くと、こういったですね、明確な目標をもとに日本に来ているということが、またここでも明らかになっています。それで、日本で就職したい理由ですけども、第1位が日本語や母国語を活用した仕事に就きたいということ、2番目が日本に住みたい、3番目が日系企業のイメージがいいからと、このように回答しています。じゃあ、外国籍のですね、留学生が日本で就職活動するときにどういったことが障害になっているのかと、この辺の調査もパソナしているんですけども、そこで出た答えはですね、主なものは3つあります。1つは外国籍人材の求人が少ないということ、それから2番目がですね、日本企業の求める日本語のレベルが高すぎるということ、それから日本語による筆記試験、それから SPI、 そういったものがですね、難しすぎるということ、この3点が挙がっています。思い起こすとですね、7、8年前は日本においてですね、外国人採用のブームがありました。その時はですね、外国籍留学生の採用枠というものを持っている企業が多かったんですけども、最近そういった枠をですね、持っている企業は非常に少なくなりました。ですから、要するに言ってみればですね、外国人留学生をですね、特別扱いしなくなったということになります。そういったことでですね、かなり日本企業へ就職することが難しくなっているという状況があります。実際にですね、いろいろ大学の関係者などに聞きますとですね、外国人留学生に対してですね、テニオ派の使い方ですとか、あるいは敬語の使い方ですね、そういったものまでですね、完璧さを求めるという企業もあるようでありまして、そういったことではなかなか外国人留学生もですね、日本企業への就職難しいのではないかというふうに思います。それで最近のですね、外国人留学生の日本への、外国人留学生が日本にどれぐらい来ているのかというですね、全般的な状況をお話ししますと、2017年の12月現在で日本国内にいる外国人留学生は26万7042人いました。だいたい26万7000人ぐらいだと、これは前の年に比べてですね、11.6% 増加しています。ですから1割以上増加していると。ですから、おそらく2018年中にですね、だいたい30万人ぐらいになるだろうと、こういった予想をすることができます。実は文部科学省ではですね、2020年までに、外国人留学生の数を30万人にすると、留学生30万人計画というものを持っていたんですけども、このままのペースでいきますと、2年、前倒して30万人達成するだろうと、こんな予想ができます。留学生はとにかく増えてきているんですけども、今度はですね、この留学生にどういうふうに就職してもらうのか、留学生の就職というものがですね、かなり大きな問題になってきていると思います。せっかく日本に留学してもですね、
就職できず、夢破れて帰っていくということになりますとですね、あまりにも外国人留学生がかわいそうです。日本社会としてもですね、それから日本の企業も大学もですね、外国人の留学と、留学ではなくて外国人の就職というものにですね、もっともっと気を使う必要があるのではないかというふうに思います。今回は以上です。また次回お目にかかりましょう。